お話しいただいた時はすぐに原作を読ませていただいたんですけど、原作の、衝撃性と疾走感がすごくて、なんかすごく面白いなって思ったからこそ、やりたいけどやれないっていうのをずっとループしてたのが最初だったかなと思います。私はもう最初にその企画書を一番最初読ませていただいて、棚田さんの熱意がものすごく企画書の段階ですごく書いてあって、何かこう監督がこの作品を作るということに向けての熱量っていうものを最初からすごく感じていたので、わあすごいなと思いながら、主演がその後ページを開くと永野芽郁って書いてあって、芽郁ちゃんと思って、わあこれ芽郁ちゃんとまたご一緒できるかもしれないっていう、そのもう企画書の段階ですごく魅力あふれる、すぐにでも首を縦に振りたいお話だったんですけど、しっかり原作を読ませていただこうと思って読んだ時に、あ、これはもう本当にとんでもない漫画だなと思いましたね。もう今まで読んだことのない短編のこの短い中で、なんか2人のすごく濃ゆい一生を描いたような、ずっと私もマリコとしーちゃんのことを知っていたような感覚になって、もちろんこう誰かを亡くすっていうことは生きていたら出会う機会があると思うんですけど、そんな自分をどこかこう救ってくれる原作だなと思ったので、一人でも多くの方にこの作品を届けたいと、参加させてほしいと思いましたね。初めて奈緒ちゃんの名前が上がったのが、私がどうしようか悩んで、でもこれ私じゃないかもって言って監督とお話しする機会を作っていただいた時に、いや実はってなあのマリコ役は奈緒さんにお願いしたいと思ってるんですっていうのを聞いて、またそこで奈緒ちゃんがやるならできるかもみたいな、こう監督にお会いして、あ、この監督ならついていきたい、ついていけるかも、自分も頑張れるかも。その後に奈緒ちゃんがマリコって聞いて、マリコが奈緒ちゃんだったら、その思い合うっていう役どころに関しては役作り必要ないし、奈緒ちゃんやってくれるのかな、奈緒ちゃんやってくれるならやれるかもって思って、で奈緒ちゃんが決まりましたっていうのは奈緒ちゃんの方からお話を聞いたので、すごく嬉しかったし、あ、これならなんか頑張れるし踏ん張れるなと思ったし、すごくその瞬間からなんか勇気が出て飛び込もうと思いましたね。私はもういつもやっぱりめいちゃんがこんなに、もちろん11ヶ月っていう長い期間を前作ではご一緒してるんですけど、今回のこの短い時間の中思い返してみると、ずっとめいちゃんが隣にいてくれて、でめいちゃんは隣に私がいた方がいい？一人になりたい？って聞いてくれるんですよ。で常にこう自分もすごく大変な役を抱えながら、私のことをずっと気にかけてそばにいてくれたので、そんなことをこう聞いてくれるっていうのは、やっぱりもともとの関係性もありますし、それがないと現場でこういう関係は築けないなって思ったので、そばにいてほしいっていう話をして、めいちゃんがずっと何も言わずに隣にいてくれたっていうのは、今思い返してもすごく大きかったですね。きっとシーノよりもマリコの方がシーン的にはちょっとこう重いというか苦しいシーンを経験することが奈緒ちゃんの方が多かったので、なんかこう見ていて大丈夫かなって思うぐらい役にこう入り込んでマリコとして過ごしてる時間が多い奈緒ちゃんを見て、いろんな刺激ももらったし、これだけこうまっすぐに役に向かって、きっと役に入ってる時ってすごくしんどかったと思うんです。なんかもう全力ハッピーな女の子じゃないから、
いろんな傷を抱えながらも笑ってみたりしてっていう女の子だから、なんかこうすごく辛い時間を一人で抱えて生きていたけど、なんかその強さを感じたし、女優さんとしてすごく今奈緒ちゃんも向き合って頑張ってる時間なんだなとも思って、なんかそばにいながら私自身もすごいいろんなことを学びましたし、友達としてもなんか奈緒ちゃんのこの瞬間を今私しか見てないって幸せだなって思うこともあって、さらになんかこう2人の絆を確かなものにしてくれた作品だったなと思いますね。私はあんたには私がいたでしょうがっていうセリフがあって、それなんで言ってあげなかったのとも思ったんですけど、もっと早くに多分マリコに直接言えてたらもしかしたら変わったかもしれない。でももう今目の前に本当のマリコはいなくて、私の心の中で生きてるマリコにすごい問いかけるんだけど届くはずもなくてっていう、こう虚無感みたいなものを抱えながらのセリフだったんですけど、なんかそれだけシーノにとってマリコは大事だったんだなって思うのと同時に、なんかこうマリコによってシーノが生かされてたんだなって思ったりするセリフでもあって、そこは自分で言っていながらすごく印象に残ってます。私はあの自分はいないシーンなんですけど、マキオさんとあのシーちゃんが2人で話してるシーンっていうのはすごくこうその一つ一つのセリフが心に残っていて、マキオさんってシーちゃんに大丈夫に見えるかって聞かれた時に大丈夫に見えますねとか、あのなんかきっとこの作品の中には描かれないけど、マキオさんも何かすごく過去にいろんなことがあったんだろうなっていうことを感じさせながらも、あのやっぱり生きていくしかないんだっていうことを出会ったばかりのマキオさんがしーちゃんに言って、それがこうしーちゃんにとって そこを考えるきっかけになってるっていう大きな言葉をなんかマキオさんからもらうっていうのはすごいなと思って、もちろんしーちゃんとマリコ2人の旅ではあったんですけど、その旅の中で出会った人にもらった言葉っていうのがすごく大きい存在になるっていうのは、これからしーちゃんは生きていくことで、マリコじゃないいろんな人と出会っていくんだなっていうのは、なんかすごくあの時に感じましたね。もちろんマリコもしーちゃんに救われていたし、しーちゃんもマリコに救われていた部分が絶対あると思うんですけど、これからまだいろんな人にしーちゃんは出会ってその言葉に救われたりする瞬間があるんだっていうのはすごく希望に感じるシーンでした。マイブロークンマリコでマリコを演じましたなおです。この作品は私自身出会った時にすごくこの原作に救われる瞬間がありました。そして今この SNS を見ながら、本当に大変な毎日を過ごしていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、何か皆さんの明日に寄り添える作品ができたと思っています。一人でも多くの方に届くことを心から祈っています。ぜひ劇場でご覧ください。マイブロークンマリコはあの本当に、すごくいい映画ができたなと思う一作になったと思います。すごく私たち自身もですけど撮影していながら心が震える瞬間があって、なんか魂からの叫びみたいなものをテーマとして挑んでいたんですけど、それをこうスクリーンを通して体感していただけるようになっていると思います。この映画を見て日常になんかこう彩りが出たらいいなと思います。ぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします。